今回は楽天モバイル1年間無料プランを iPhone で利用する技になってきます。この春からですね、待ちに待った楽天モバイル MNO がスタートするわけなんですけども、これ事務手数料が3300円ですよね。そしてポイントバック。音声プラスデータ通信が1年間無料で、解約金もかからないというすごいプランになってきてます。問題は iPhone が対象外ってことなんですよ。このね、iPhone のユーザーさん、たくさんの方がね、期待されてた。非常にがっかりされると思うんですけども、でもね、なんとなくやり方はあるわけなんですよ。今回は iPhone の楽天モバイル利用プランの、裏技と言いますかね、ちょっとしたテクニックです。そんなに長い説明にはなりませんので、お聞きいただければと思います。これはですね、昨年募集されていた無料サポーターで、楽天モバイルを利用するっていう形があるんですけども、iPhone は対象外なんですよね。SIM が iPhone に対応してないからなんですよ。で、仕方なく楽天ミニという eSIM 端末を利用することもあると思いますけども、突然ね、アナウンスもなくて、急になんですけども、iPhone XR など eSIM 対応の機種に使えるように変更されていたんですよね。ここに気づけるかどうかなんですよ。よろしいですかね、ここ。で、マイ楽天モバイルから契約プランを表示して、各種手続きに進みます。そして SIM カードを交換して、SIM タイプを変更して、eSIM、そして再発行、さらに QR コードをスクリーンショットで保存と。で、それをですね、iPhone XR で読み取りということをすれば OK です。楽天モバイル自体は、動作保証の対象に iPhone を入れてないんですけども、以上ね、先ほどお話した手順で eSIM 対応の iPhone なら使えるということになってきます。ちょっとね、注意点を申し上げますと、対応は iPhone XR、iPhone XS 以降の機種、キャリア契約した iPhone は SIM ロック解除が必要ということになってますので、ご用心ください。あとですね、楽天モバイルってのは、都市部以外、楽天回線を掴んでいないところでは KDDI のローミング利用というふうになりますんで、ご注意ください。ローミング利用の場合ってのは上限が2ギガですからね。よろしいですかね。はい、今回はですね、楽天モバイル。これすごくいいプランですよね。もう本当に料金がただと。で、解約手数料もかからないというものを、これをね、iPhone で使えるということなんで、早速私も試してみようかと思います。皆さんも、しっかりとね、iPhone ユーザーの方、やってみてください。それでは失礼します。